竹尾競輪場は、佐賀県竹尾市にある競輪場である。施設所有及び主催は、竹尾市。土地所有は、一般財団法人、清岡小学会。競技実施は、野賀、西日本地区本部九州支部。電話投票における、競輪場コードは84。実況は株式会社、JPF の国竹健事が担当。 愛称は、オッツパーク竹尾。竹尾競輪場は1950年に開設された。記念競輪として、オークス賞争奪戦が毎年4月に開催されている。過去には1993年、1994年、2001年、2005年に、ふるさとダービーが、2011年、2017年には、共同通信社会が、それぞれ開催された。 また2016年12月19日よりナイター競争が開催され、ナイターでの愛称はイメージキャラクターのタケマルにちなんだタケマルナイトレースとなる。また12月13日よりミッドナイト競輪も開催されているが、こちらは現地での車検購入はできない。イメージキャラクターはカラスのタケマルで、それにちなんでタケマルップが開催されている。また、 現役時代に、競輪史上初めてのグランドスラムを達成した、井上持長と、九州勢の中核として活躍し、東証を呼ばれた、佐々木明彦を称え、井上持長杯、佐々木明彦杯をそれぞれ開催している。トータリゼータシステムは、日本トーターを採用している。また2011年1月19日からの開催より、オッズパークの茂勝式車検。 セレクト5.7の発売を開始し、2012年11月22日からの開催より、ランダム7も発売される。リニューアルされた竹尾競輪場メインスタンド2016年11月15日、撮影2015年10月より、競輪場内の改修に着手し、2016年10月15日のリニューアルオープンまで、本場開催は休止となる。 メインスタンドをコンパクト化して改築し、走路も基礎から全面回収する。また、ミッドナイト競輪の開催も視野に入れたナイター照明設備の設置も行う。この改装に合わせて命名権が導入されることとなり、オッズパークと5年の契約を結び、オッズパーク竹雄の愛称が使用された。なお、この契約では、金銭授受ではなく、 ファンサービス用の景品や広報用の情報媒体の提供を受けた。2021年9月、新たに5年間契約を延長し、2026年9月30日まで同名称を継続して使用する。かつては、佐世保、柳川、大牟田、吉井、久留米、熊本の各方面から直行バスを運行していたが、久留米、佐世保、 熊本の経輪場でも発売される日は運行されなかった。ありがとうございます。